石油情報センターによりますと、今月5日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週と比べて1リットルあたり1.2円高い166.5円でした。166円台になるのは、統計を取っていないゴールデンウィークを除いて6週間ぶりです。政府はガソリン価格の高騰を抑えるため、去年1月から石油元売り会社に 補助金を支給していますが、今月から上限額を段階的に引き下げることにしています。石油情報センターは、原油価格はわずかに下がったものの、補助金の減額が影響して値上がりにつながったとみています。来週は、さらなる補助金の減額が見込まれることから、値上がりが予想されるとしています。